普天間飛行場は日本の沖縄県宜野湾市にある在日米軍海兵隊の軍用飛行場。基地名は普天間航空基地で一般的には普天間基地と呼称されている。2700メートルの滑走路を持ち、カデナ基地と並んで沖縄におけるアメリカ軍の拠点となっている。また、国連軍地位協定により、国連軍も施設、区域を使用することができる。 普天間飛行場普天間飛行場は沖縄本島中部、宜野湾市中心部に位置する。普天間は宜野湾市の地名で普天間宮の門前町として古くから栄えた地域である。普天間飛行場は普天間の南西に隣接する地域に所在し、その面積は約4.8平方キロメートルで宜野湾市の面積の約25%にあたる。 普天間飛行場を見渡せる場所として、かかず高台公園や、すけきま美術館などがあり、飛行場の周りに住宅地が密集している状況が見て取れる。儀野湾市は過去に発行した広報資料にて、那覇都市圏を構成する沖縄県の中で、最も人口が過密な地帯の一部であり、普天間飛行場、キャンプフォスター、 陸軍貯有施設を除くと使用可能な地域の面積が1294ヘクタールとなり、1995年の時点で人口密度になると説明している。これは横田飛行場周辺地治の人口密度におおむね相当する。市中央部の住宅密集地に位置するため、事故の危険性が懸念されていた。2004年には普天間飛行場近くの沖縄国際大学に、 米軍ヘリが墜落する事故が発生していることから、世界一危険な米軍基地とされ、名護市辺野古への移設が議論されている。現在、普天間飛行場の周囲には市街地が密集しているが、戦前、この地域は集落が点在する農村地帯で、サツマイモなどを栽培する畑が広がっていた。しかし、1945年4月に米軍による、 沖縄占領と同時に接収され、本土決戦に備えて、米陸軍航兵隊により滑走路が建設された。戦後、避難先や収容所から、元々の住民が帰郷すると、飛行場が建設され、立ち入り禁止地域となっていたことから、飛行場の周囲に張り付くように住宅が建設され、無計画に市街地が形成されるようになった。他方、飛行場の建設後は、 米軍人向けのクラブやバー、飲食店が生まれ、基地の門前町として地域経済は飛躍的に発展した。また、基地従業員は警備員や消防員、エンジニア、レストランのスタッフなど1300種以上に上り、安定した軍雇用を求めて周辺住民が集まり、現在のような住宅密集地域を形成した側面もある。本土復帰以降も、 基地を前提にした社会システムは多く、現在も日本政府の思いやり予算に即した中流軍等労働者は人気職種となっている。もっとも現在は那覇市のベッドタウンとして発展しており、那覇に近い南西側の海浜地区の発展が著しいことから都市整備などの阻害要因になっているとされる。普天間飛行場に飛来した回 A-18 ホーネット、 普天間飛行場は海兵隊の航空基地として2700メートルの滑走路を持ち、ほとんどの航空機を支援できる機能を備えている。現在はヘリコプター部隊を中心に配備しており、駐留する各航空部隊が円滑に任務遂行できるための諸施設として、格納庫、通信施設、整備、修理施設、部品倉庫、部隊事務所、消防署があるほか、 PX、クラブ、バー、診療所等の福利厚生施設等の設備が総合的に整備されている。在沖縄海兵隊は活動範囲がインド洋やペルシャ湾にまで及び日本周辺だけでなくアジア太平洋全体での抑止力に重要な役割を果たしている。特に朝鮮半島有事や台湾有事では在中海兵隊による機動力と即応性が不可欠となり、 地理的優位性がある普天間飛行場はその重要拠点となっている。また普天間飛行場は海抜95メートルの高台に位置していることから津波などの災害時に沿岸部の長空港やカデナ飛行場が壊滅的な被害を受け使用できなくなった場合の緊急ハブ空港としての役割も担っている。二千十二年在中米海兵隊は儀の湾市茶丹町と 災害協定を締結し、沖縄本島で津波が起きた際、普天間飛行場とキャンプフォスターを避難経路として周辺住民に開放し、飛行場の施設、区域を災害対応を目的に使用できるようにしている。メガボルト -22B オスプレー CH イ CH-53E スーパースタリオン KC-130J 等を配備する。 第152海兵級輸送飛行隊スーモスは、沖縄の基地負担軽減策の一環で、2014年8月末までに、本土の岩国航空基地へ移駐している。建設当時の普天間飛行場普天間飛行場と、飛行場北側の市街地の航空写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成普天間飛行場と飛行場南西側の市街地の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成第二次世界大戦中にアメリカ軍によって飛行場が建設される前のこの地域にはいくつかの泉が存在し、それらを水源に畑作が営まれる丘陵地であった。また、 本当南部の那覇や首里と北部の国神を結ぶ交通の要衝でもあり、琉球松の並木道が続いていたという。水や交通の要衝であったことから、戦前は宜野湾、上山、新城という集落が街道沿いに存在していた。特に旧儀の湾は宜野湾村の中心で多くの民家が立ち並び、松並木街道沿いには郵便局、 ギノワン国民学校、役場等の公共機関や商店などもあった。また、旗作外と名まれる、給料地には、雇り集落と呼ばれる、旧氏族が開墾のため開いた、山村形態の集落も分布していた。岩国飛行場に移住する、KC-130J、ギノワン市第一貫通社編、第六章、ファク6051普天間飛行場等を参考に、記述。 墜落事故、移設問題などは別九1972年の沖縄の日本への復帰が決まった後、那覇基地の所在海兵部隊を本飛行場に移転することが決められた。基地施設の建設、整備を担当する陸軍工兵隊は、復帰に伴う設置国建設工事計画を策定し、これは沖縄復帰関連建設工事計画及び日本施設調整計画として知られている。 復帰関連建設工事計画はさらに施設、移設計画と施設整備計画に分かれ、日本政府が資金を提供して、代用の新施設を建設する。移設計画に基づき、日本政府が米軍に提供する施設は、同等原則、つまり、同面積の設備に対して、同面積の設備、ある機能に対しては、それと同等の機能を提供することを基礎としている。 この計画を練る際に問題となったのは日本側と相入れない設計と建設基準、環境基準の問題であり、それまでの米軍施設建設工事で求めてきたように建設の質がアメリカの基準に合致するように努力された。本飛行場も一点と再編成に伴っていくつかの建設工事が実施されることとなり、その設計を担当したのは 太平洋管区下の西太平洋本部技術部であった。西太平洋本部は沖縄変換に伴う公兵隊太平洋管区の組織改正で廃止され、新たに日本地域公兵隊を創設してその中に組み込まれた。しかし、那覇の側では早期に工事を実施したものの、本飛行場では日本政府の設置国建設工事着手は遅延し、 建設が始まったのは1973年夏のことであった。移設工事は何期かにわたって計画され、第1期計画は1975年4月に一応完了した。日本地域公平隊とその下の沖縄事務所は基準を無視したり、不適当な材料を使用する一部の日本の業者とたびたび衝突した。最終的には業者を教育することに成功したが、 環境関連のようにその後も日本側の理解に問題があるとみなされ続けた分野もあった。第一期計画では海軍と海兵隊の工事として運用棟、高性能火薬庫、ミサイル整備棟、工場、格納庫が建設されたという。ただし極東の城ではこれらをまとめて記述しているため、どれが普天間で実施した工事かは不明である。その後、 本飛行場での工事は1970年代以末の第三期計画で再度訴状に上り、内容は滑走路と各種雑工事であった。復帰時の面積は495ヘクタール余りで、その後議の湾市消防庁舎、道路用地、普天間第二小学校校庭用地の一部などとして一部土地が変換され、2000年3月31日時点での 数字として480ヘクタールとなっている。現在でも普天間飛行場が占める土地のうち、およそ92%は、私有地である。このため、賃借料が、地主に支払われており、2000年代は60億円台で、推移しているが、地主数は1976年の1888人から1992年の2164人。 2007年の3031人と増加傾向にある。人退借契約を拒否した場合は、時代ではなく、保証金となる。本飛行場の返還をめぐる動きについては、普天間基地移設問題を参照。ギノワ湾市第一貫通社編、第六章を参考に記述。本飛行場に関わる主な航空機墜落事故は次の通りである。この他にも、 機体トラブルによる緊急着陸や不時着などがある。復帰以降の事故発生件数についての統計は2002年12月末時点で固定翼機発見ヘリ69件の計77件であり、復帰後から同時点までの沖縄県内米軍航空機事故217件のうち35.5%を占める。 この間の死亡者はすべて米兵であるが、民間人の死亡者を伴うような重大な事故の危険性が指摘されてきた。林正則は、アメリカの情報公開法を使って普天間などの米軍基地における燃料漏れ事故の情報を入手し、琉球新報等で公開している。それによれば、普天間では1999年から2006年までの8年間で16回、 発生しているが、通報されたのは1回だけであるという。一方、事故件数は同期間の横田の90回よりは少ないが、これは空軍と海兵隊の指令の違いによると分析している。本飛行場に関係する周辺対策事業は、他の自衛隊、在日米軍施設同様、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律を根拠法とし、 夏季が実施されてきた。本飛行場の特徴は、本土の基地では1960年代から開始されている事業でも、日本国の周辺対策事業としては開始時期が1972年度の本土復帰以降となっていることである。一般的に周辺対策事業は夏季の4種に区分され、その他にも基地関連事業としていくつかが制度化され、島田コのように、 沖縄固有のものもある。なお、下記は一定期間の総計値であるが、単年度に占める額としては1997年度の技能安市の場合で歳入の5.9%余りである。なお海兵隊サイドには、日本側との接衝のため在中米海兵隊普天間航空基地障害館が配置されている。障害防止対策事業のうち一般障害防止については、 本飛行場の設置に伴う、形質変更に禁する、洪水被害の障害を防止、または軽減するための排水路改修工事への助成があり、1972年度から1992年度まで、昨野湾市に34億円の助成を実施した。学校等の公共施設の騒音防止対策事業としては、航空機騒音の防止、 軽減対策として1974年度から1999年度まで、技能安市をはじめとする関係自治体に対して、総計225億円の助成を実施した。また、当該工事を実施した施設のない小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所に設置した空気調和設備の稼働に伴う電気料金についても助成を実施し、 1999年度までの総計では38億円となっている。住宅防音工事については、木野湾市、浦添市、北中城村において1979年度より助成を開始し、1999年度時点で約1万7千世帯に対して308億円が投じられている。また、当該工事により設置した空気調和設備の機能復旧工事に、 約3億円を助成した。1999年度より新規施策として、生活様式の変化に適応するための防音区画改善工事などにも助成を実施している。また、障害防止工事の助成の中には、航空機の墜落の際の緊急避難、消防活動に駅することを名目として、ノのン市の道路改修に助成されたものがある。なお、 た基地で実施されている移転保証については実施していない。民生安定施設の助成は同法8条に基づく一般女性事業として屋外運動場、体育館、特別集会、施設、無線、放送、施設等の生活環境施設を主体として、その他機類の収縮化、施設栽培用、温室、農民研修、施設等の事業運営の安定に寄与する施設について。 1979年度より女性を開始し、1999年度時点で、総計は約28億円となっている。防音女性事業として、学習東京用施設、公民館、保健相談センター、庁舎等について、1964年度から女性を開始し、1999年度時点までで、総計38億円となっている。 道路改修事業については1977年度より開始1999年度までで約27億円を助成している。道路については道法関係以外にも変換道路整備事業による整備があり複数の制度にまたがって実施されている。さらに道法9条に基づき特定防衛施設周辺整備調整交付金を技能安市に対して 1975年度より交付開始し1999年度まででは、総計約15億円となっている。用途としては、道路、排水路、学校施設等の公共用施設の整備及びこれらの用地購入である。この交付金について、宜の番市議の中には、他の事例に比較し少ないと主張する者がいる。上記とは別に、 本飛行場をはじめとする沖縄米軍基地問題の全国的な注目によって、1997年度より沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会が設置され、技能湾市など本飛行場周辺自治体も参加している。島田昆は内閣官房長官に事業の提案を行い、予算化される。国側の窓口機関としては当初防衛施設長な派。 防衛施設局が一部を担当している。事業の目的としては、継続的な雇用機会を創出し、経済の自立につながるもの、近隣市町村も含めた広域的な経済振興や、環境保全に役立つものなどが掲げられている。一例としては、ギノ能ン市が2001年度より建設を計画したギノ能ンマリン支援センター整備事業などがある。普天間飛行場は一貫して、 軍用飛行場として、軍用機及び軍による民間チャーター機に使用されてきたが、例外的に民間機の定期便の発着が行われた事例が存在する。那覇空港滑走路補修工事に伴い、1969年1月27日から31日までの間、南西航空の発着に使用されている。なお、その他の航空会社は、カデナ飛行場を使用した。 普天間飛行場では毎年8月頃に一般開放イベントフライトラインフェアを開催し、基地周辺に住む地元住民のみならず全国の市民を対象に基地内に招待している。イベントには毎年数万人の一般市民が訪れ、アメリカ軍のイベントではカデナ飛行場でのイベントと人気を2分する人気となっている。他の基地の一般開放イベントと比べ、 身分証の提示や持ち物検査などゲートのセキュリティチェックは厳格に行われ、来場者には注意を要する。2001年のアメリカ同時多発テロ事件や2004年の沖国大米軍ヘリ墜落事件を経て、年々警備が厳しくなる傾向にあり、2009年には一眼レフカメラとビデオカメラの持ち込みが禁止となり、規則を守らない者には退去が命じられることがある。警備は、 沖縄県警からも機動隊が動員されており、基地周辺で撮影を行うスポッターに対して、職務質問が実施されることがある。駐車場については会場に隣接して設けられており、他の開放イベントで見られるように、基地内へのシャトルバスも運行されている。ありがとうございます。